低小低小建立三十年十二月十二日は、新代の画家、書家、字は、勝山ら、板橋と合した、幼衆不教化県の人、詩書がすべてよくし、三絶の誉れ高い孤立独王の文人である。書が最も異彩を放っており、その書風は、拡大根高の貴怯なもの。画は、幼衆八回の領衆的存在とされる。幼衆風で書画を売りつつ、 過去の受験勉強を続け、養成10年、巨人に求大し、県立元年に、紳士の特別試験に合格して、管理員に入った。県立7年に、判県知見として赴任し、県立11年には、県知見に転任した。当時から定少の司書がは有名で、赴任地で、彼の書体が流行したと言われる。巡礼県立十八年、県一帯が大飢饉に見舞われ、 帝少は、農民の救済に尽力したが、これが、不合や、大幹の恨みを買う結果となり失職した。そして、故郷の幼州に帰って、友人の利の別荘のそばに、幼力園を構え、再び書画を売って暮らした。金の槍らと、死書画を楽しんで余生を送ったという。建二十四年には、自らの書画の巡礼を作り、大幅は六両、中幅は四両、 小幅は2両落とし、支払いは現金が嬉しい。嬉しいから書画の出来も良くなるといい、評判になった。当時の要州は、塩の集産地として商業が発達し商品としての書画の需要が多かったのである。建立30年、73歳で没した。新代前期の書は、不産や 大田倉による秋代からの流麗な行奏書と、陶器商の書風が一世を風靡したことの二つの現象に集約される。そして、これら世の主流とは隔絶した位置で奇抜な処方を実践して、名をなした人物が、主、金納、帝章であり、書画の両面に通じた。金納と帝章は、金石学部の勃興に伴い官費を習って、被学派の先行をなした。 定章の書の特徴は、会書の中に、天霊の要素を混ぜて書くことで、独特の様式を作り上げている。霊書が3分の2で、会書がその残りという意味から、官霊の8分書になぞらえて、6分半書と、自ら称した。左右の、長い、羽出しや長い画の途中で筆を頓挫させるなどは、皇帝圏の書風の影響である。河蘭、竹を得意として画名は、 極めて高かった。大画の小文は、金納の大器と共に、建流文乱の総壁と言われ陳徴された。当時の画家は画法を持って、書を書き、書法を持って画を描いたと言われるが、彼もその一人である。提唱が上海博物館像、論書は、例、開業書を根前一体化し、転書まで取り入れた破体書で、痩せ強な書風である。内容は書論であり、 宋の四大会や超毛布などについて論じている。諸社年不詳。104.454.5センチメートルの資本。上海博物館像。海祖自助帳幅は、建立29年の裁判年の行書作。海祖の自助帳の一節を五行に書いたもの。例はあるが、定称としては恩健な書である。178、89.4センチメートルの資本。 東京国立博物館像、ありがとうございます。